モッツァレラチーズ。おはようございます。やあ、せつげきだよ。お願い、この扉を調べてって言うんで、扉を調べるところなんですが、俺はこっちの方が調べられるんだ。これはレーグルの日記。すごい雑な喋り方でね、もう思いっきり噛んでたよね。リーグルには悪いけど読んじゃおう。何か大事なことを忘れてしまってる気がする。あ、待てよ、なんかこれさ、チルが、チルを倒した後にもこれ言おったけどさ、これチルじゃなくてさ、この女の子のこと、まさかさ、この女の人と関係があるみたいな感じのことを言おったけどさ、この人のことを忘れとるみたいなことを言おったんかな。それが何だったか思い出すこともできない。とても自由なことのはずだが、リーグルは何かを思い出したいのかな。ああ、第二章の入ったすぐのあたりじゃさ、チルのことを忘れてる、でもちょっと なんか気にしてるみたいな感じのことを思うとったけどさ、君のことを考えてたか、バビアナ。ごめん、お前の名前ちょっと忘れとったわ。バビアナって言うたな、そういや。扉しゃべる前にこっちもしゃべっておこう。悲しい恋の物語という小説のような。リーグル、お前結構意外とこういうの読むのな。ロマンチストなのかな。いいですね。じゃあ、よっしゃ。では本題いきますよ。この中に一体何が？まさか中になんかミイラとか封印してないよね。入ればわかる。早く行きましょう。なにこれ、なにレジアイスが降りそうなところ来ちゃった。ここはカエの記憶の世界。記憶の世界、凍りつきすぎだお前。お前もしかしてここの中レジアイスだったん。扉の前で2分待ちっぱしにおらんかったらあかん感じなん。全然待たんかったな。記憶の世界、彼は自分の記憶を閉じ込めているの。とても辛い記憶をもう二度と思い出さないように。あ、タイトルの忘却の代償ってそこ、そういうこと。え、それなん、忘却の代償って。俺、ミサちゃんが記憶失っとることと関係しとんかなと思っとったら、リーグルの話だったんじゃ、忘却の代償。あ、ほうなんじゃ。え？さあ、早く行きましょう。この先にある、彼の記憶を解放して。それが、鍵を手に入れる唯一の方法。わかった。よっしゃ、行くよ。こっちか。な、これ。なに、この部屋。大きな橋がある。あ、あれ、宝箱や。もう分かりやすく置いてくれてるね、あれ。でもこれさ、もしかして取ろうとしたらさ、ミミックだったみたいな、テレレ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 レみたいな戦闘始まらんかな。大丈夫かな。宝箱、あの中にカエの記憶があるの。なんでこんな形なんだろう。だとしてもなんでそういう形で置かれてるんだろう。リーグル結構 RPG 大好きなのか、ドラクエとかよくやったタイプの人間か。彼が自分で閉じ込めた記憶が、その記憶が彼の鍵と関係あるの。早く開かなくちゃ。うん、なんかちょっとごまかした感じがする。何なんだろう、忘却の対象ってことはさ、何の対象があったんだろう。正直者はバカを見る。お前は正直者か？一体どういう意味だろう？正直者はバカを見る。いや、矢印の通りに進んだら痛い目に遭うぞみたいな感じのことを言いたいんだろうか。なんだそれ、そのトンチンみたいな、一休さんに出てくるトンチンみたいな感じ。
橋はこの橋渡るべからずだから真ん中渡りますみたいな理論か。お前真ん中、今真ん中渡ってます、真ん中渡ってますな。これ本当にこのまま進むのか。それならお前は大化け物だ。お前は言葉の一面しか見ていない。私は忠告したぞ。怖い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 、こんなこと言われたら怖いでね。お前そんなこと言うなよ。お前説明もうちょいさ、わかりやすく説明してください。正直者か。どういうこと、これ横から見るとか、横からこの部分から見るとか、ここから、そういうわけじゃない。なんか調べたらある感じ、もしかしたらなんかあるかもしれんな。カイジのブレブメンロードの時みたいな、2回目の鉄骨割れたような時みたいに、なんか隠した透明の道がある、たりするんじゃないのか、この辺りに。この辺りに。サイコロゴールの扉開いたら、わーってサハラみたいな感じになるんじゃないか、お前。一面しか見ていない裏、裏を見たんだな。そんな言い方してくれるんじゃ。お前はバカではないようだ。ありがとう。でもそれでいい。これもカイジみたいになるんじゃないか、お前。悔しい悔しい、でもそれでいい。ちょうど怪人ネタぶっ込んだ時にこれ言われたら、そうしか感じられない。そこからまっすぐ左に進め。あほんまに怪人みたいになっとってんねんかお前。左に進め、そしたら橋から落ちちゃうよね。でもあるんやな道が。行けー、あった、こんなところにスイッチがある。もしかして。私はそっとそのスイッチを押した。うわー、こんな感じだったんじゃ。ちょっとガチの怪獣パターンだった。もう一つ橋が現れた。すごい、こんなところに橋が。ちなみにこっち進んだらどうなるんだろう。わざわざ正しい道を見つけたのに、わざわざ通ってみたりする。ギャーッ。おい。やめ出した瞬間こっちに戻ってきたんですけど、ちょっとそれはおかしいだろうお前。戻すならさ、ここに戻せばいいのにさ、なんでそっちに 戻すんだろうお前。気前のいいジュゲームやなお前。コースが落ちた時にちょっと前に戻してくれる気前のいいジュゲームやな。まあいいや。これがリーグルが記憶を閉じ込めた宝箱。ええ、じゃあ開けてみるよ。私は恐る恐るその箱を開けた。パンドラの箱みたいな感じになってるやん。まあパンドラかもしれんな。そんなに忘却したい、代償を払ってでも忘却したいもんなら。お、過去の回想シーン。バビアナ、どうしたの、急に呼び出したりして。わ、バビアナめっちゃ美人、童顔ってやつかなこれ。おう、いい。あの最近もうすっかりハウだね。わあ、リーグルらしくないな。ないないだねっていう喋り方、お前らしくないぞお前。絶対恋してる、恋しちゃったんだてめえ。うん、そうだね。僕たちもうずいぶん昔から一緒にいるよね。あ、それそうね、遠回しに運命じゃないかなって思っとる感じかお前。二人でたくさんの思い出を作った。ふふふ、突然どうしたの、リーグルなんか変よ。バビアナ来た。あー、マジかマジかお前。僕と結婚してください。結婚。わあ、バビアナちゃん、この出れた顔も素敵。
うん、僕君を愛しているんだ。だから僕とずっと一緒にいてほしいんだ。リーグル？わ、何その悲しそうな顔。悲しそうっつうか、あ、バビアだ。泣いているの？うん、嬉しいわ。ありがとう。あ、嬉しい方なんじゃ。あ、バビアナもちょっと好きだったんじゃ、リーグルのこと。相思相愛ってやつか。リーグル、私もあなたとずっと一緒にいたいわ。ここに今カップルが誕生したよ。ほ、本当かい？じゃあ僕とリーグル。なぜその悲しそうな顔をするんだ。返事は明日でもいい？どうして？そりゃそろそりゃ決まっとんだよ。そのリーグル、ちゃんとさ、その花嫁の衣装を着てさ、もうきっちりした形で入ってこたえるためちゃうの。それリーグル、お前よかったな、花本もんやぞお前。今でいいじゃないか。明日ちゃんと返事をしたの。しかしこの涙は何なのだろうか。だから今は少し待ってもらっていい？わかったよ。はっ、ちょっと、明日はそこで切る？今のはリーグルの記憶。え、待てよ、わざわざここで切っとるってことは、なんか明日になる前になんかリーグルが死んだとか。いや、死んどったらここにおらんけんさ。忘却の代償忘れたんじゃ。なんか忘れたいような出来事があって、忘れた剣ここで止まっとるみたいな感じか、これ。え、そういう感じ？え、そういう感じなん？あなたたち結婚しようとしてたの？早く次の記憶を。あ、よかった。なんかちょっと分けられとる感じなんじゃ。なぜか分割されとる感じなんじゃ。最後に全部わかる。そしてあなたが欲しい鍵も手に入る。うん、わかったよ。そして私たちは次の部屋に向かった。あ、違う部屋があるんじゃ。あ、3つに分かれてんのね。あと2つ。そういうことか。この先にもリーグルの記憶がある。早く見つけて。うん。うわあ、おリーグルの手下がおるぞ。おい、お前もしかしてリーグルの右肩に乗っとったやつが変化した姿か、お前。戦闘だ。もう一匹おるやん。もう一匹おった。お前に関してはなんかよくわからんけど。これは？ここには奴らがいる。奴らは目につくものにすぐに飛びつく。つまり目線に入らんかったらいけるってことか。怖っ、目線に入りそうで怖い、こいつ。お前、つまり近いとはいえこの辺だったら大丈夫。うまいことタイミングよく行くな。そこだ。うまーい。あ、今ちょっと危なかったんじゃん。今ちょっとアウトっぽかったけど大丈夫だったらしいわ。危ない、ここ。よし、以上ついていく。あ、ダメだこれ。危なこれ、なんかちょっと、パターンが読めていくパターンあるんかもか。適当に動いてない。いや、おい、そこ、こっちまで来たらダメだろ、お前。こっちまで来たらダメだろ、お前。それはダメだろ、お前。それはダメだろ、お前。
割と危ないじゃないか、お前、この位置。逆になんでこれ大丈夫なんかよくわからんぞ、お前。あ、ダメじゃないか、お前。で、なんで強行突破じゃボケ。あ、あ、いけた。強行突破したら意外とスラッといけた。うわーい、うわーい、やったー、強行突破の方が良かったです。ちまちま進んでたらランチが開けねえからね。なんとか悟り着いた。二つ目のリーグの記憶、じゃあ開けてみるよ。私は恐る恐るその箱を開けた。さあ、どんな感じ、明日のことについて触れてるのかな。ザザザザザ、足取りは重い。リーグル、こんにちは。おいおい、花嫁の衣装は、花嫁の衣装、おい、わざわざ一日かけて用意したとかそういうんじゃないんか、お前。明日まで待つってことは。バビアナ、早く昨日の返事を聞かせてくれるかい。あ、なぜそのタイミングでその顔をする。リーグル、俺たちが初めて会った時のこと覚えてる。え、う、うん、覚えてるよ。まだ私たちが小さい時、私はお城を抜け出して外の世界を探検していたの。お城を抜け出して、あ、姫だったんじゃ。姫っていうか、うん、姫だったんじゃ。そしたら木の下で本を読んでいる一人の男の子と出会ったの。ああ、そうだったね。その男の子は少し気弱で、でも優しくて、本の話になると一生懸命で。そんなこと言われると照れるよ。そんな素敵な男の子に私は惹かれていったわ。は自分で言って自分で頬をあぐらめてる。かわいいな。あのね、リーグル、私のあなたのことが好きよ。お、本当？やった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 。じゃあ僕と結婚してくれるんだね。それはリーグル、私、あなたと結婚できないの。どうして？そんな、君は今僕のことが好きだって言ったじゃないか。ごめんなさい、リーグル、どうしてもあなたとは結婚できないの。そんな、結婚相手親に決められたパターンのやつか。城から抜き出してって姫ってことはそんな感じがあるよな。どうして？ちょっと待って、リーグル、こんな感じで理由も分からぬままって感じなんじゃ。この記憶は、二人の間にこんなことがあったなんて。早く次の記憶を解放して。きっと次が最後。これで彼が忘れてしまった記憶が、そして鍵も。うん、わかった。そして私たちは次の部屋に向かった。ここで理由がわかるんやな。すぐそこにリーグルの宝箱がある。でも骸骨が邪魔して取れなくなってるみたい。じゃあどうすれば。あそこにも骸骨がいる。なんだか指揮者みたいな格好をしてるみたい。どうして取れないんすか。これ取れそうなのにね。なんか囲まれてますね。骸骨が邪魔で。こんな感じか。おい、ちょっとどうにかしてもらえませんか。
客席か。どんな感じ？眠ったオーケストラ。眠ってんのかい。芸術は私に命をくれた。どういう意味だろう。芸術を私に命をくれた。つまり芸術を見せればこいつらが命を宿って動いてくれるみたいな、そういうことか。でももうちょいヒントが欲しい。なんかその芸術、音楽のことなんだろう。説明書き。私の楽器は〇〇、そして名前はイエローだ。見た目通りやな。楽器はなんかで、その色はイエロー、名前はイエロー、イエローさんね。こっちはアコーディオン、そしてレッド。あ、こっちは楽器を教えてくれとんじゃん、レッドっていう人。レッドアコーディオン、かっこいい。レッドアコーディオン、かっこいいなお前。緑の人、グリーンで楽器は分からない。ああ、順番まで書いてくれてんの。ちょっと待って、それ見てなかったです、見てなかったです。そうか、それで順番、どこの席にどの楽器のどの色のやつがおるかみたいな、そういう順番か。グリーンの隣。これで全部ヒントは揃ったか。オッケー、推理系のゲームなんじゃ。まずこれアコーディオンっていうか、この真ん中の楽器のことか。まだ分かってないわ、ヒント全部見てないからな。トランペット、アコーディオン、これがこれなんて楽器なん。そもそもこれなんて楽器なんこれ。そもそもこれなんて楽器なん。はい、赤で挟んだからお前らも赤。整理してみようか。青の楽器が丸々。あ、そもそも楽器が全部分かってるやつが一人おった。こいつこいつ。あれちゃうっけ。あ、こいつはグリーンとしか分かってない。なんか楽器まで分かってるやつがおる。アコーディオンでレッドっていうことは、要はこの二つのどちらかにレッドがおるってことになる。ちょっと紛らわしいけん、ちょっと、この二つを赤にして、それ以外を赤けないやつにしとこう。じゃあ、次に、赤の隣のおったやつってをちょっと探してみようか。違う。私の隣にはアコーディオンが二人並び、その奥に打楽器。アコーディオンが二人並び、その奥に打楽器。打楽器。あ、打楽器、これ、打楽器。ってことはだ、グリーン、楽器は何とか言ってないっていうこと、楽器は何とは言ってないけど、並び的にトランペットである必要がある。な？アコーディオンか二人になり、それの奥に打楽器っていうわけやけん。ペットボトルって言いそうやね。トランペットじゃ。つまりグリーンはトランペットじゃ。そうなるよね。奥に打楽器ってことはこの配置になる。ここを緑確定。じゃあ青は？青と黄色か。楽器は分からんが、グリーンの隣でおる。グリーンか。ってことはここじゃ、青。で、じゃあ必然的に黄色がここになる。オッケー。これじゃ。よっしゃー。これは？突然、指揮者の骸骨が動き出す。音楽が流れ始めた。あ、もしさ、今流れとるこの BGM がさ、この4人の演奏で流れとるとしたらさ、多分さ、この3つの楽器じゃない楽器の音も流れとる気がするよな。そんな気がするよな俺。この3つの楽器以外の音も流れとる気がするんやけど。その瞬間だった。その直後、客席にいた骸骨が突然動き出した。気をつけて。襲ってくるの、もしかして。この演奏で彼らは目覚めた。あなたを襲ってくるわ。ちょっと、なんで襲ってくる。スタンディングオペレス、どいてくれるだけじゃない。流しておいて、俺が流しておいてか。
どうやって止めるんすか？どうやって止めるん？どーどーどー、演技どうどう、演技どうどう、演技どうどう、お前止まれや。お前止まれや。そうか。公式車を止めれば演奏を止まるかも。暴力、暴力で解決しました。そして私は指揮者の骸骨を台の上から落とした。これ暴力です。言ってみてしまえば暴力です。それガラガラ、その瞬間演奏が止まった。ガラガラ、閉店ガラガラ。襲ってきた骸骨たちも消えてしまったようだ。何度か助かった。ありがとう。これで最後の記憶を解放できる。さあ早く宝箱へ。よっしゃー、これが最後の宝箱。そう、さあ早く彼の記憶を解放して。わかった、行くぜ。多分これで結婚できない理由がわかるんだろうけど。